はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論から、はい、二時間足ボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということで二時間足ベース底堅がたく推移と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、二時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線。二十一ポイント平均線上昇しております。ローソク足だと言いますと、プラスツーシグマラインを上抜けして推移ということで、二時間足ボリンジャーバンド。強い上昇トレンド進行中です。二時間足ストキャスティックス買いシグナルが点灯しております。はい、こちら、二時間足一目。均衡、表列、強い上昇トレンドの形状をしております。 はい。それで本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは140円の50レベル。140円の50レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは142円ちょうどレベル。142円ちょうどレベルと考えております。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただきますと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ドル円本日、ロンドン市場の予想レンジです。140円の50レベルか142円ちょうどレベル。140円の50レベルか142円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、FOMC 年,、えー、年内2回利上げしさ、日米金利差意識、円売りドル買いということで、はい、昨日、ニューヨーク時間なんですけど、5月のアメリカの PPI が市場予想を下回り、FOMC での利上げ休止の思惑が強まりました。 アメリカのの金利が低下下ドル円は円はままで下落しましたその後、注目された FOMC なんですけれども、市場予想通り FF レートの誘導目標5から5.25%に据え置きを決定、同時に発表されました政策金利見通しドットチャートでは、23年末の予想中央値が5.6%と、3月の5.1%から引き上げられ、 年内に0.25%の利上げが2回実施される可能性が示唆されました。 ドル円は140円はのまででとということです、はい、その後のパウエル FRB 議長の会見なんですがほぼすべての当局者が年内のさらなる利上げは適切だと判断インフレ率を2%に戻すには長い道のりがあるインフレリスクは依然として上向き利下げについては2年ほど先の話のなど発言と高波の内容だったんですがドル円は139円の53にまで上げ幅を縮小したということで ですはい、本日、アジア時間なんですがご等日の実需フロー昨日の FOMC や16日の日銀での緩和継続観測 観測を受けた日米金利差を意識したドル買い円売りでドル円は141円の30レベルまで上昇しているということです。はい、チャート形状的に言いますと二時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス開始になりが点灯ということで、はい、ドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております。ドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と。 考えておりますただ上昇スピードがあまりにも早いので調整的な動きにも警戒と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります